タジオが先月末、バットマンとロビンの活躍を描く新作映画、ザ・ブレイブ&ザ・ボールド、現代の制作を発表して、以来、新たなバットマン役に、ジョージ・クルーニー、61、が起、キャスティングされるとの噂が、SNS で拡散していることについて、同スタジオのトップで制作者、監督である、ジェームズ・ガン氏は13日までに、ツイッターで、絶対にないと完全否定した。大ヒットシリーズ、アベンジャーズの制作者で、昨年 DC スタジオの共同会長兼 CEO に就任したガン氏がツイッターユーザーからのクルーニーに関する質問に答えたもの。ガン氏はまた、主役がこれまでのバットマン役を演じた俳優が新作で起用される可能性はあるのかとのツイートにも新しい俳優と返信した。クルーニーは1997年のバットマン&ロビン M.R. フリーズの逆襲でバットマンを演じている。また、昨年公開されたザ・バットマン、ザ・バットマンで主演したロバート・パティンソン36の続投の可能性もなくなった。映画評論家グレース・ランドルフ氏が DC スタジオ関係者から直接得た情報としてクルーニーやバットマン・フォーエバー95年のバル・キルマー63そしてクリストファー・ノーラン監督による3部作バットマン・ビギンズ2005年ダークナイト8年ダークナイト・ライジング12年のクリスチャン・ベール49らの名前が有力候補として挙がっていると伝えたことが噂のきっかけとなっていた。新作ではブルース・ウェイン、バットマンと息子ダミアン・ウェイン、ロビンの親子関係を描き、バットマンと一緒に戦う仲間たちが登場するという。